ノーディおもちゃの国のタクシードライバー、ノーディ三角帽子のベルシア、ワッサガンパイズ、イクヤにプロットみんな連れて、黄色い車で冒険旅行、ノーディノディは今日も大忙し。朝早くから早速仕事に出かけます。汽車に乗り遅れそうだ。急がないと。大丈夫、間に合うよ。車さん、何してんの？しっかりしてよ。押してやろう。うん、お願い。早くしてね。汽車が出ちゃうよ。しょっとおった。ありがとう。あ、どこ行ったの？ノディ、私はここだよ。早く起きて。寝てると遅れちゃうよ。止まっちゃいそうだ。もっと早く走って。あ、汽車が出ちゃった。ごめんなさい。あ、どうしよう。次の汽車を待たなくちゃ。料金は半分にしてもらうよ。車さんのせいだぞ。だってじゃあ3ペンスだ。失礼、私が乗りますの。ノディ遅刻よ。ごめんなさい、車の調子が悪くって。新しいの買ったら。行きましょう。ゆっくり走るの？早くして。どうしよう、ガソリンがなくなっちゃった。まあ、どうして早く言わなかったの？ごめんなさい。これじゃ家に帰れないわ。今日はお客様がいらっしゃるのよ。せっかくレースのテーブルクロスを買ったのに。ただの紙に見えるけど。紙で包んであるのよ。ノージ、どうした？ガソリンがなくて動かないんだ。ガソリンならあるよ、分けてあげよう。ありがとう、スパークスさん。そうだわ、スパークスさん、私急いでますの。ですからあなたの車で家まで送ってくださらない？ああ、でもその、いいですよ。では早く行きましょう。ねえ、料金は？スパークスさんにお支払いするわ。出して。もう車さんが悪いんだよ。そんな。まだ調子が悪いようだね。変な音がしたよ。僕もうダメ。どうしたの？パンクでもしたの？あ、やっぱり。ほら、釘だ。前を見ないからだよ。今日はヘマばっかりして。ひどいや。どこ行くの？車さん、戻ってきて。プロートさん、どうしよう。車さんがどっかに行っちゃったんだ。今ここを通ったよ。猛スピードでな。ノーディ、君の車がものすごい勢いで走っていくのを見たぞ。逃げ出しちゃったんだ。車が嫌がるようなこと何かしたのかね？その、叱りつけたんだ、少しだけ。そうか、きっと拗ねたんだよ。ああ、プロトさん、私の救急車で連れ戻してきましょう。よろしく頼むよ。ノディはお家で待ってればいいわ。うん、ダイナ、そうする。本気で怒ったんじゃないのに。ノディかわいそう。本当にね。どいて。今後ろを何かが通ったわ。あれはもしかしたらノディの車だ。やあ、ノディ、どうしたんだい？困っちゃった。僕が怒ったせいで車さんがどっか行っちゃった。
スパークスさんが探してくれてるけど見つからないの。大丈夫、そのうちに帰ってくるさ。車さんたら一体どこ行っちゃったんだろう。さてどこかな。そうだ。どこ？ノディ、もし君が怒られたらどこに行くかい？そうだな、ビッグイヤーさんの家。じゃあきっとノディの車もそこだよ。そうか、きっとビッグイヤーさんの家だ。僕行ってみる。ああ、さあ毛布をかけたからあったかいだろう。ノディにはわしから話しておく。おやすみ。おやすみ。ビッグイヤーさん。ああノディ、大変だったんだよ。知っとる。車さんが怒って。知っとるよ。僕のせいなの。それも知っとる。なぜ知ってるの？ノディの車から聞いた。車さんいるの？よかった。ひどく叱られたと言ってた。そうなのか。つい怒っちゃった。それじゃ今度は優しくしてやりなさい。わしは中にいるよ。ねえ車さん、僕だよ。ノディ僕寂しかった。ひどいこと言ったりして本当に悪かったよ。もう二度とあんなことは言わないから。本当？車さんはちっとも悪くなんかないんだ。この頃忙しすぎたから疲れてたんだよね。そうさ。明日はパンクを直してその後遊びに行こう。どうだい？賛成。よし。本当に寂しかったよ。あー、いい気持ちだね。ねえ、どうして黙ってるの？うんと楽しもうよ。まだ怒ってるの？じゃあ何？やあナディ。おはようサミ。その大きな缶は何？オイルが入ってんだ。もうすぐやってくるでかい船のエンジンのオイルを入れ替えるのさ。オイルって入れ替えるの？そうさ、一年に一遍ね。それだ。どうしたの？どこ行くの？いいから。よし、オイルを入れ替えたから車も喜んでるよ。いい気持ち。これで元気に走るぞ。オイルのせいで調子が悪かったのか。そうみたい。いつもみたいに元気になってくれて僕本当に嬉しいよ。僕も。これからは1年に1回オイルを変えよう。あはは、2回だ。やった。